善と悪のこと。宗教的な善や悪は、神という存在を仮定して、人が授かった、教えに従うか反するかであるが、科学的には、人類が発明した概念であり、精神文明の肯定と否定で、理想と理想否定である。善は、道義的に正しいこと。または倫理に沿った行いや、理想的目標。正義とは違い何かや誰かを裁くための概念では、 なく、守り目指すべき理想としての概念。悪は、個語では荒々しく武岳しい様を表し、道義を持たないことで、動物的本能から来る欲求を、行動基準にすること。その二つをセットにした考え方で、精神文化の根幹である道義を肯定するか、否定するかという意味で、善悪とは、人類全体の客観性や、ある集団の客観性において、 それが望ましいか否かということである。道徳的価値観において、聖者が意識や考え方といった心のあり方に主眼を置いて主観的に判断するのに対し、善悪はその行為や事柄を客観性を持って総合的に判断する。具体的にどういった行為や事柄が望ましく、あるいは望ましくないかは、哲学や倫理学の処理論によって様々であり、 特定の基準があるわけではないことに注意する必要がある。旧約聖書においては、モーセ五章立法という。ヘブライ語の善と悪の意味は、モーセ五章創世記二章九節に禁止、食べるために良いか悪いか、また創世記三章六節では善について、良いや、グッドの他に、美味しそうという意味もある。交互約聖書創世記二章旧節また主なる神は、見て、美しく。 食べるに良いすべての木を土からは、えさせ、さらにそのの中央に、命の木と、善悪を知る木とを生えさせられた。新境同約聖書創世記二章九節主なる神は、見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらす。あらゆる木を地に生え出させ、またそのの中央には、命の木と善悪の知識の木を生え出させられた。交互約聖書創世期三章六節女がその木を、 見ると、それは、食べるによく、目には美しく、賢くなるには、好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。心境動薬聖書創世記三章六節女が、見ると、その木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。 金帝約聖書創世記参章6節、and when the m a n saw that the tree was, good for food, and that it was p r e s e n t to the eyes, and i t s to be desired to, make one wise, she took of the fruits' to love, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. ありがとうございます。